ゼルスさんと派手に行くわらわら。今日も元気に二桁失点で借金8、勝率3割5分7厘。そんなチームあったな。中継ぎが相変わらずナイトメアな模様。一番トラウトなんやな。ブルペンがクソすぎるんだよな。トラウトかわいそう。毎年毎年連敗したら止める術がないなんて改善されない。無駄に金はあるから謎だ。大丈夫。大谷で空いた DH 枠で野手は休めて、投手は適切なローテ組めるから。年俸総額ってドジャースと変わらないんだっけ？確か。下にアストロズとか。かつてアストロズが弱かった時はトリプルエーストロズなんていじられてたけどエンゼルスが引き継ぎそうだな。エンゼルスはチームなんて関係なくて個人が活躍を重視するチームやろ。ワンチャン大谷いなくなって強くなるかもと思ったけどそんなことなかった。レンドンなら豪邸のマイホームでくつろぎながらサッカー見てるよ。もしかして大谷がいたからなんとか普通の弱いチームになってたけど抜けたからとんでもなく弱いのでは。デトマーズでも負けたここまで去年よりめちゃ頑張っていたがもう先発で期待できるのおらんやん。WAR は嘘つかんな。期待を裏切らないエンゼルス好き。水戸黄門とかアンパンマンみたいなもんや。投打ともにトップだった選手がいなくなって補強もしてないのに強くなるわけねえだろ笑い。まさか本気で DH 云々とか信じてるやついたのか。珍しく高い金出して中継ぎ補強したかと思ったら今季絶望なんだっけ。もうめちゃくちゃだよこの球団。デトマーズ大谷の変則ローテで調整がめちゃくちゃにならないから調整がしやすいよ。デトマーズ5失点の炎上で KO。 アンチ大谷のデトマーズさんわら。もう10年くらいブルペン再建できてないんじゃね。弱いチームにはゆとりじゃなくて無知が必要だったわね。エンゼルス28試合経過2023借金0、2024借金8。去年の大谷の WAR が10だっけ。だいたい数字通りやん。当てになるんやな指標って。